芸の一門の夜の戯れー <laughs> はーい、もう先週はね、お休みしちゃって申し訳ございません、ね。お帰りなさーい。ーはーい。お帰りなさいませ。どうぞ、もうあの、A 型インフルエンザから帰ってまいりましたよ。<laughs> あらあらあら。<laughs> いやね、いろいろね、気をつけてたんですけどね。うんうん、あの、やっぱあれですわ。あの、はい、こっち帰ってくるときね。はい。 あの、飛行、飛行機で帰ってくる予定だったんですけど、それがちょうどあの1月2日の夜の便だったんですよ。ほうほうあれ乗れる予定で。うん、で、あの、手荷物をね、まあ、普段ね、まあの、の時はあんまり預け,預けないんですけどね。あの、小型のやつで、はい、持ち込めるやつにして、はい、だけどちょっとまあ1週間近かったし、落語会もあったんで大型の荷物だったんでね。 はい、5時ぐらいに着いて夜の7時35分の便なんだけどちょっと早めに着いてね、はい、もう,もうさ,さっと預けちゃってでちょっとこう手ぶらになってなんか、まあ、ご飯でも食べましょうって言った時に6時過ぎにそれがねその中華料理かなんか食べてたんですけどそこの店長さんのか店員さんなのかがなんかねなさん進化するのがんか,カソロがなんかあの。 あの、使えなくなるみたいでしょみたいな。<laughs> <で>何秒あれなんですかあの、もうちょっとね、わかりやすく説明してくれればいいんだけど、なんか、ドワーッとね、走,走ってね、<laughs> それ伝えて、なんかいなくなっちゃって、なん、なんのことだろうと思って、まあ、ね、最近ほら、スマホでもテレビ見れるじゃないはい。うん。ほんで、まあまあ、なんか NHK 見たらなんかやってるかなと思って見たら、もう空港で飛行機が燃えててさ。うん。うわーって。 あ、でもね、まあ、僕、全日空だったんでね。だから、日光の方だからだ、あのー、日本航空、あれだか全日空飛ぶのかなどう,どうなんだろうな。まあ、4つあるからね、滑走路が。一つ閉鎖してもゆっくり飛ばすのかなとか思ったら、もう全便結構。なるほど。そしたら、ら困るのは手荷物よ。う,ーんうん、で、預けちゃったから。そう でほらもうけ結構さあの 5, 5時何分というかもう6時前ぐらいのねあれだったから、えー、5, 時5時台の発,発着があったりとかあ6時台があったりして僕はほら結構早めに預けた七ら7時半でしょ、うん、これでも、これ手荷物どうなんだろう帰ってくるんだろうかなるほどもうそこからもう手荷物引き渡し所で。 もう4時間近く待たされて。手荷物を受け取るのに4時間あそうそうそう。しかもね、最初はね、手荷物をこう、う受け渡すところに、まあ、み,みんなもう入れ,入れられちゃってたのね。あの狭いところに。そうもごった返しちゃってさ、これやばいと思ったからもう,、うん、もう、あの、呼んだ人だけ入ってくださいっていうふうに、途中で変わって、うん,うん、うん。だって、でも出てもほら、そんな座るとこなんかそんなないじゃない。うん。うん で、一体、いつ戻ってくるかもわからないわけね <laughs>。いつ戻るのそう,そうそうそう。そ,それがわからないからね。うん,うん、うん。なんか、離れるわけにはいからないし。うん。だから、急いでね、まあ、ほんとあの、あの、最近ね、やっぱりインターネットですぐホテルとか取れるから、まあ、近くのホテル取ったんだけど、うんうん、ねそ、そこから3時間かかるんだったら、一回ほら、ホテル帰,、ね、帰って、ちょっと体休めて、じゃあ、それぐらいに戻ってくれれば、はいはい 思うんだけどそれもほらごっ,った返しちゃって言ってね、うん、まあまあ当あの授業の方も大変なんだろうけどもうやっぱそこで待たされてる間にもらってきちゃったんじゃないかなってなるほど、うん、あのこ今年ね骨棒、ぼっ、はい、ほらもう早速さ、えー、落語を、えー、もう3回ぐらいやったんじゃないそうなんですよ。ねえー、ど,どうだったの今日は。今日はねすごいウケた。 お <laughs> もう自分がめちゃめちゃ腕上げたんじゃないかって勘違いするほど小学生のお客さん良かったんですよ反応がよくて。素晴らしいです、ねえー、なえ、まあ。かか骨盤なりなんかこう工夫してみたっていうのがあるのというのがねあの、うん、今年2回目の落語会が実はその前日にございまして。 はい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 。同じく私の職場でございますが。あのうちの一門の、あの。そうですね。はい。あの、幸福とか。はい。タルトさんとか、特ッとか、もう、月連ってやつ。そうです。そうです。はいはいはい。それであの、したんですけど、その時。昨日はですね、開口一番、私が務めまして。うん。あの札を披露したんですが。まあ、いきなり、あの。 話の方入っちゃったもんで、うん、まあ、皆さんね、真剣に熱心に聞いてくださるんですが、うん、薬とも笑わない。<laughs> うん,うん、うん、まるでね、1月の気温のような感じでスタートいたしまして。<laughs> うん、あの、こう、あの、講座降りるときには、あら、なんかお、おちも、なんか、いまいちのうちだったし。ポカーンみたいな、ああ、自分は。 こう前座としてのその仕事をできなかったなぁと思って悔しい気持ちでね、講座を見て。真面目。まあまあ、その真面目すぎるのがあれなのかもね。多分、やっぱほら、年配のお客さんって真面目に聞くから。はい ねあの笑うと失礼に当たっちゃうと思うんだよな、本当に。これね、冗談冗談のようだけど、笑うと失礼だと思っちゃう、だからどこで笑っていいのかっていうのがわからないと、はい、もう、ま、一生懸命聞くんだけどさ、最終的に笑いどころが分からずに終わるっていうパターンがあるんだよなそう、そうなんですよ。で、しかも帰りに、あるお客様に、小坪、うん、ちゃんのお話のおうちは、うん、あれは。うん 何がどうしたわけっていうのを聞かれますああいたいたあるあるあるあの何落語のネタを論破しに来る人っていないよ論破というかねまあ素朴なに分かりにくかったんだよねそうなんですその観察のオチがあの殺害させちゃいけねえやっていうちょっとまくどいオチなんですよねうんうんうんけなオチっていうかねうら 笑えるんだけど、うん、あのそこまでねあの <laughs> すごい<実>これ言われたからってみんながで<笑>,笑うようなおじじゃないもんね。そうなんですよ、ね。おじじが取れるようなおじじゃないので,で、またこの演じた私もちょっとこう自分の中でもあーちょっとな、うん、こ今日の出来悪いなっていう自己反省もあり、来、うん、な,ないなっていう。うん。 あだから、<の>札が札を加えてくるというシュールな風景が笑えるんだけどね。そんなのわかんないんそうなんですよ。そうか、そうか。まあでも確かにそういった時はね、あの、わ、はい、かりやすいさ。まあ、むか昔話、の小話とかね。はい、ああいうのをやって、ここで笑うんだよ、みたいなところをこう、何回かやっていく中で、あ、そうか、そうか、こういう雰囲気の時には笑ったらいいんだっていう。 のやっぱりちょっとこう入れてあげると、はい、う分かりやすいじゃわ分かりやすいわな、うん、そうですよね、うん、ただねあれなんだよあの、まあまあ、そこまでやって前座からしっかりまあう受けるのもいいんだけど何人かほら今回参加してたじゃない、はいはい、ならやっぱり小壺がこうやってる間に次の出番の人が「あ今日のお客さん真面目だな硬いなでも一生懸命聞いてくれるな」っ,ったら、うんあ「じゃあそれに合わせた」 あの演出の仕方とかね。あ、じゃあこの小話から入ろうとか。うん、あ、じゃあその緊張をちょっと緩めてあげれば笑い始めるだろうとか。だからそういう探りの意味もあるんだよな。あ、なるほど。うんうんうん。なんかまあ、そういう役割というのは、そういう役割でもあるんね、うん。そうそうそう。あ<ー>まあ、何人かで行くときは、まあそういうあの役割でも、まあ、ありはありなんだよ、ねうん、でも今日はあれだよね、小坪が一人で挑んだわけでしょ。そうなんです。うんしかも あの私初めてなんですよねその小学生のお子さんを対象にっていうのが本当に初めてだったのでどんな感じでだからいつも大人の人だとこうさらっと大人向けの話でさらっとこう通り過ぎるところをもうちょっと解説を入れてちょっと優しく噛み砕いてっていうのと,とあとやっぱ前日学んだようにちょっとやっぱり枕を。 丁寧に笑いの導入の部分をちょっと作らないとなあというのをえおおおおえ例えばどん,なふどんなふうにしてみたの今日はえと今日はねあのームでお名前の話だった例えばマリちゃんっていう女の子いるじゃないって例えばマリちゃんっていう女の子の名字が小田さんだったらどうかなお黙り

それを応用したらね、いくつか、あれだよね、はい、子供さんがいるときはこうし、こういう配慮をすればいいっていうか分かってくるからね。はい、あ例えば、タルトさんとかはどうなのなんか、その、まあ、経験もだいぶ豊富になってきて、うん、もうその日のお客さんを探りながらなんていうことをもうやるのあの、この間やったら、小坪ちゃんの後でやらせてもらったときは、いや、今日のお客さん、ほんと冷えてるなーって感じしましたね。<laughs> そうなんだ本当にあの笑いが出てきたんだ。笑いが出てこなかったからこれはやばいなと思って。それとあとごふくちゃんがやったの笑い出なかったでしょ。おそうなんだ。冷たかったですね。これはやばいやこれはやばい。はい曲はどうしたことだろうかと。でその冷えて冷え切ったからのそれからあって私はロングブッドバイをしたんですけど。 臨床まがいで、あのやっぱり、えー、冷蔵庫の中に象とキリンを入れるやつをやって、わんわんわんと笑い始めたから。やっぱあれはじゃ鉄板な感じのお話になってきたんですね。そう,うそういう話を持って,いってまず、お題を取り付けて、それから割と結構、反応がちょっと柔らかくなってきて、うん、これからまたじ,じっくり時間を取って、前を取って、 笑いが出るのまで待って次のセリフを o u t u b e わざと意識的にそういうおおことはそういうことはできるようになってですね偉いですねあのタルトさんがいやそうそういう感じで結構あの塗り切りましたねやっぱりいろんなことでだ本当に場の経験値もありますねだけどおとばちゃんがそういう企業なことをやるとは思ってなかったですねまあまあ でもあれねやっぱり立て続けだと余計ねあの前の日のちょっとこう悔しいのがあるから<ー>ちょっと何か、ね、そうそう何か準備しとこうっていうのねあのでも準備して正解だったんだね準備しましたもう <laughs> <ー>昨日寝てないですもんうわすげえ,ーえちょっと寝たかな回た,たのかい <laughs> 3時間ぐらいは寝たと思うけどでも,もう朝起きてからもういろんな YouTube で授ムを確認して使えるのはないか すごいすごい。いや、本当、話の構成もだいぶ、あのこっちにしようか、あっちにしようか、どういこうか、すごい、素晴らしい。今まで以上に考えました、勉強になりました、本当に。やれそうじゃない、やればできるね。でも、2024年の経験値は今、こつもが一番高いからね、聞くなら、今、聞くなら、こつも。 <laughs> はい、すごいなあさあ、ここでちょっと水木奈々さんの曲をね、一曲を聴いていただきましょう。水木奈々さんで、全力ドリーマー。 水木奈々さんで全力ドリーマーでした。さあ、ここからは恒例の芸の一問の大喜利コーナー。ーはい。はい、ここからはうかいくんに司会進行を任せしちゃいましょう。はい、お願いします。えー、先に来週と再来週のお題を発表しておきたいと思います。では、来週のお題をタルトさん、お願いします。 来週1月23日のお題は今年のえとはあタくですよね。それにちなんでこんなドラゴンは嫌だでお願いしたいと思います。おおうん、例えば動物園の中でずっと寝ているドラゴンというような感じで考えてもらったらいいと思います。ああ、そうですね。ね。期待したドラゴンじゃないってことだね。<laughs> お前じゃない。あ,あらららら。 はいあ特訓さんがいない。今日はね、いな,いねなんかね、職場の飲み会らしいっすよ。ああクソそっちを選びやがった、うん <laughs> はい。じゃあ、ここはもうね、小坪さんに頑張っていただきましょう。再来週の第題、ボス、はい、さん。はーい。1月30日は、今ってスキーのシーズンですよね。 行きたくなくなるスキー場のキャッチコピーを考えてください。<laughs> 行きたくなくなる。はい。例えば。例えば、うちのゲレンデはいつでもパウダー、片栗粉、スキー場。嫌だな。<laughs> 行きたくね。なんかネバネバしちゃいそう。ネバネバ <laughs> 水,水と合わさるとねべちゃってなっちゃいそうだよね。<laughs> <laughs> ね <laughs> とろみがとろみが出てきそうな。<laughs> なる,なるほど、なるほど。はいわ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。さ皆さんのご投稿、24時間お待ちしております。はい、宛先の方がメール、y o u r o t e r は、atomacgmail.com、もしくは、x では、芸の一問、夜のタームレーをつけてつぶやいていただければ、こちらでご紹介いたします。皆さんのご投稿を重ねてお待ちしております。 では今週のお題です。今週のお題は歌ですね。歌の「雪」ほほ。ね。犬は喜びには駆け回り、猫はこたつで丸くなるを文字ってください。はい。種方山根さん。あ,ありがとうございます。師匠、やっぱり帰ってこれなかったんだ。そうですね。 そうですあその晩には帰ってこれなかったんです。お正月特番の昔話に出ていた鵜飼さんの歌に楽しく笑いをもらったので今夜も楽しみです。酒でも微妙に上手になってきてるからね。微妙にね,ね、うんあ。なんかそれはそれですごい残念な感じってどういうことなんですか。<laughs> <laughs> <laughs> はいじゃあ行きます。 特訓、えー、のスタンプとっても楽しみとにかく早く届けてねそうだ飲んでる場合じゃねえぞこの野郎み飲み会から必要なの飲み会なんかしてる場合じゃねえよみたいなねえそこの野郎ねえ、うん、早くしてほしいですね<笑><笑>はい、えー、ケシャリンの影武者さんありがとうございます <laughs>、えー ビールで喜び、泡かけ回り、下戸はこたつで丸くなる。下戸 <laughs> <ー>ね。下戸ね。三神のあれの年の忘年会風景。なる,なるほどね。下戸はこたつで丸くなるから。いいですね。いいですね。中野通訳さん。ありがとうございます。えー、小林師匠。 この収録の時に、ねはい、お元気になられましたでしょうかはいはい、あの、いただいております。回復しております。ありがとうございます。はい、はい。で、とっくさんの言ってた一人なき焼肉も一緒に行ってみたいです。お、そんな話したんだ。うん。そうそうそう。はい。えー、では、いきます。昼 <laughs> は真面目に綺麗いに話し、夜は音声削除さる。<laughs> <laughs> 先週もねあの一か所ああそうだったののねパオンって入れたのねなるほどなるほどパオンって音が入ったのねひょいもんさんありがとうございます先週パオンって入った人ですよああ入った人ねはいえ「いい犬は喜び小帯しまくり猫もこたつで小帯する」 <laughs> パオンまあ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 、まあ、こコービーはね大事なあれですよ。子孫をね作るための大事な声ですから。はい,ういう、ね、は,はいはい。トラチロさん。ありがとうございます。負けてたまるか大作戦で箱青がく新記録おおす,すごいすごい。 ね、正月、大惨事で、開催が、ね、このキャッチフレーズで勝てちゃうとかすごいよね。そうですね。うん、勝ちましたな。あのまあ、開催が危、ね、ぶまりましたけど、100回目無事に開催できました。うんえー、駒沢の2年連続三冠を阻止したのは青学位でした。しかも区間記録も何にも出し、ね、優勝と袋新記録、うん、そして新記録で総合優勝、しびれまくりました。うんうん、素晴らしい。 素晴らしあいい、うん、ありりががととううごござざいいいまますすポンさんゴキブリシュッとすれば部屋かけまわりダンゴムシチョンとすれば丸くなる。かわいいね。かわいいねチョンとすれば。チョンとすればね。くるっとなねう、うん。うん。うてうて大変そうな家だね、それね。ゴ <laughs> <laughs> キブリにダンゴムシ、ね。 玉蔵さん。ありがとうございます。えー、いきます。生徒は喜び、手を抜き回り、僕は代わりに宿題す。代わりにするんだ。ん大変です、ね。大変だ。うん <laughs> で、小屋師匠、今年も、あのー、始球式で。 あの投げてほしいですと。ああ、いつかね、投げたいですね。紅白出場と始球式、うん。そうだから紅白に出場できれば、翌年にはか確実に始球式投げれそうだよね。<laughs> そうそうそう、<laughs> <ー>まず紅白に出る、いいね、まず紅白に出ることやな。なるほど順。順序があるんですね。<laughs> ねそうだ ありがとうございます。ええー、歌ネタのお題は歌う人の腕が問われますよ。鵜飼さん。<laughs> <laughs> 言われました、ね。こんなプレッシャーのかけ方ある?。行きます。いいうはい。鵜飼は女性にこんなかけ回り、陽面に怒られ、丸くなる。やがて。<laughs> <laughs> <laughs> よく捉えてる <laughs> ねこ、うん、んなコかけ回れるほどの身分ではないわね頭も丸めるんだよ、ね、<laughs> 頭も丸めてい <laughs> はい、えー、橋本屋さんありがとうございます、えー、税金上げて人気を下げるキックバックでとど、えー、滅殺あーやばいね,ねうんやばいですねうん、うん 林山さんありがとうございますつうまは喜びけがは出して首巻きコートで丸くなる動物扱いじゃないですかねえ本当だすごいねいやでもこういう夫婦ってなんか和やかじゃないですかまあそうねそうね、うん、大道さんありがとうございます総理はお怒り謝罪しまくり ウーカはワッパーでしょ。ピッカル。ああ、もう、えー、もう年末から今年にかけてのニュースとしてはね、バンと大きなニュースですよ。うんうん。はい、みヤさん。ありがとうございます。龍、えー、は優勝には駆け回り、恋はいいけで、日からビル。おいおいおい。<laughs> ちょっと。今年も期待してんだから。 先週もねすごいですよ、うん、あの大喜利の中でのセ・リーグ争い、うん、ああそうだったのねみんなそれぞれファンの人がチームがありますから、はい、お互い争いが激しいですねはい、えー、信新御手渡さんありがとうございます八田地の集いの北九州市市長もついに派手になるおお 派手な格好になっちゃったのね。なんかネットニュースではちらっと見たん、うん、うんうん。もうそんなの。やるなら、やっちゃれと。やっちゃれと。俺ぐらいやれよと。やれよと。<laughs> すごいな、ね。<laughs> すごいね。寄せてきちゃったのね。はい。では、ここから一問。はい。はい、じゃあ、小坪さん。はい。女一人で飲み屋に行くと、エロなおやじに口説かれる。 それは夢、うん、経験あるかいやいやあるあるですよ。それは言うとわかもう誰でもよくなるからな。<laughs> <laughs> いやでもやっぱり口説き方もね、やっぱマナーがね、いりますから。どの口が言うっていう。<laughs> それで頭丸めてんのか。<laughs> そうそうそう。パタの反省。やがしゃ。<laughs> はいじゃあ、こエスしょ えー、じゃあ、リスナー、リスナーさんの悩みを歌にしました。おお回解答したいが、ええのが出ない。投稿できずに投稿だー。<laughs> すいません、答え出ませんでした。 あのたまにこれは出しといてこれむずっていうお題ありますからねあるね <laughs> <laughs> もうあのこっちの思考がぼんやりしちゃってねもういかにも出しちゃいかなあのリスナーさんにちょっと頼っちゃってねそうそうそう,そう、うん、あの女このあの女こないとい,ないつも出してくれますから皆さんありがたいそうそうあのこっちが持ってる以上に、うん、素晴らしい答えが揃う時もあるしね出ますからはいでは締めタルトさんはいいきましょう「私は喜びま 頭に仰向け触られている間に速発射。何を言ってるんですか。どこどこでの話だよ。<笑><笑>いや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 。ねちょっと想像しましたたるトさんがあのはい仰向けになって <laughs> あの喜んでる姿が <laughs> <laughs> <laughs>。 バカだな、ね、タルトさんはそうだよもういいよいいよでもなんかそう,そういうこと言わなくなった方が心配だもんねそうそうそう、うんうんま、そうですよねまだ元気でいてくださいたかさん、はい、<laughs> ちゃんこれこれだこずに連れて行ってください極後悔ついてください <laughs> はいということで。 えまた次回もお楽しみください。それでは皆さん、おやすみなさい。さいまたねー。